はい、こんにちは、コムさんです。フェラーリ 312T4 です。もうね、もう完成やということでいいと思います。もうちょっとで完成やということでね、いいと思います。なんで2回言うてんやろ。今からね、これ本体と、ウィングとね、グロスを塗っていきます。ね、まだウィングつけないですね。ウィングつけたらやりにくいんで、ウィングはウィングで磨いていこうと思いますが、まず本体の方ね、グロスやっていきましょうかね。はい、順番にね。これね、グロスですね。タミヤさんのね。もうちょっと染み込ましてね、たっぷりめにつけていきます。大きいんでね、たっぷりつけていっても、まあまあ、いっぱい使うと思うので、伸ばしていきましょう。結構ね、結構面積いけるんですよね、このグロスは。はい、こんな感じでずーっとね、塗りつけていきます。映ってるのかな、これ。ちゃんと映ってるかな？映ってるね。これもね、ほんまはというか、この、ね、ドッキングする前にね、シャーシーと、これドッキングする前に上磨いた方が磨きやすいんですよ。タイヤとかないからね。うん、まあまあそこだけなんですけど、まあ、ね、ドッキングしてから、磨いてますけどね。まだね、取り付けるときにね、手垢ついたりするんでね、もうこの状態の方がいいかなと思ってね、この状態で磨き始めましたからね。はい。一回まあ磨いといて、バラバラの状態のときに磨いといて、組み立ててね、もう一回ちょっとだけそこ汚れたとこだけ磨くっていうした方が、まあまあ楽なのかもしれないですけども。まあ、タイヤついてたらね、こういうこともできるんでね、こう斜めにやって向こうちょっと支えておいてくれるかなっていうね、とこもできるんで、マジか、もうちょっと塗ろうかな。まだちょっとに湿り気はあるんですけど、ちょっとね、ゆるそうなんで、もうちょっとつけていこう。これね、メガネ拭き、言いましたっけ？使い捨て用のメガネ拭きなんですけど、よく染み込むんでね、染み込ませば染み込ませるほど、どんどん吸うていっちゃうんで、加減せんとね、これちっちゃい、ボトルちっちゃいんでね、グロスはね。はい、なので、ね、まあそんな方おられないと思いますけどね、全部ね、ダバダバって、まだかなって、そんな方いてへんちゅうねんね。よいしょ。まあ、なる可能性もあるのでね、注意してください。はい。これね、まあ、全部塗りつけていって、で、拭き取るという感じでしょうか。よいしょ。今ちょっと起こしたついでにね、ここ塗っとこうかな、もうね、先に。ちょっと真ん中のネジ締めすぎなのかわからんね。前浮いてるな、ここ。ちょっと後で緩めようかな。そこはまってないのかな、バチンと。ちょっと押さえてみよう。あ、そういうことやね。そういうことやね。はい。はまりましたね。簡単にね。よかった。わぁ、綺麗やないわ。かっこいいです。このね、赤と白、なんとも言えないですね。なんとも言えないなぁ。これは綺麗だなぁ。ちょっとつけすぎたかな、これは。よいしょ。ね。はい、塗り付け終わりましたね、これでね。これでね、少し乾かしてから拭こうかな。このままで拭くとまたね、なかなかなんでね。よし、そしたらちょっと置いとく間にね、ウィング行こうかな。翼端板と、本体の部分ね。映ってないな。はい。こんな感じで。磨いていきますよと。まあね、現役時代に走ってる部分にはね、綺麗な車やと思うんですよ。うん、今でこそね、もう
ね、こう保存しててね、ちょっと古びてきてたりするんかもわからんけどね、やっぱり、ちょっとこう、新しい面もね、ちょっと出しとかんと、ね、あかんということで、綺麗に磨いておきます。ちょっとまあまあね、何レースか走った後の、ちょっとまあまあ、ね、汚れてきてるよみたいな、うん、表現も やりましたけども。まあ、がっつり汚してないんでね。まだまだ新しい状態というか。はい、まあ、コムさんが飾っててね、いい状態というかな。はい、あくまでもね、模型なんで。はい、よいしょ。よいしょ。これでいいかな。とりあえず縫い付けましたんで、これ置いとこう。はい、そしたらね、これまたね、乾いたらまた別の用途で使うということで、半分切っといて、半分ね、そうそう、半分切っといたらよかったよな。半分切って、半分、濡らして、半分乾いてる方で使えば、こんだけあるんでね、使い捨てといてもね、こう半分ずつでいけば、だいぶ、経済的に、まあ、経済的にって言ってもね、100円なんでね。まあ、100円粗末にしたらあきませんけども。よいしょ。はい。そしたらね、半分切れました。今更ながら。はい。そしたらね、拭いていきたいと思います。もう一回ね、元に戻そうかな。ね、ここの部分ね、なんだかんだ言うで、このね、持っててね、ちょっとこう、色がこう、ね、変色してるとこあったりしてね、いいんじゃないかなと思ってね、この変色加減。なんか、ね、ほんまやったらね、シルバーやからシルバーに塗り替えって思うようなところなんやけどね、このちょっとこう、擦れ加減というのかな、が、なんともリアルな感じになって、いい感じするんですね。はい。で、今ね、コムさんこれ、拭いてますけどね。映ってるでしょうか。もうめっちゃツルツルしてね、指先が幸せ。はい、指先めっちゃ幸せです、今。まあ、こうちょっと塗ってあるとこは、ちょっと一瞬こう、ね、やっぱりあるんですけど、ほんの少しだけね、微妙に、ちょっと抵抗あるんですけど、こう、だんだん拭いてくると、ツルツルっと、指先が幸せ。綺麗に拭き取ります。こうね、拭き残しがあると、逆にこの液体がね、乾いた方が、ちょっと軽く見えるんでね。綺麗に拭いとこう。ミラーなんかもね。これ、拭く方がね、あんまりつけると拭く方が手間かかりますよね。そこそこにしといたら、拭き取り早いんですけどね。今、コムさん塗ったみたいにいっぱい塗ったらね、拭き取りがね、大変やねんけど、まあ、コムさん、ね、幸いにもね、こういう作業はね、大好きなんで。はい。こういう作業はっていうか、もう全般好きやからね。うん、しょうがないね。うん、やりたいっていうやつやからね。やりたくないっていうか、めんどくさいなっていうより、もうやりたいっていうやつやから。何があってもやるからみたいなね。うん、何があってもは言い過ぎかな。うん、こんな感じね。ちょっとまあこうやって戻ってみてね、見た加減でちょっと白っぽくなってたらね、残ってるということなんで。ほとんど見えないですよ。うん、グロスなんでね、ほとんど見えないんだけど、ちょっとなんかこうか、影っていうかな、汚れみたいな感じで、ちょっとだけ見えるね。ここはまだやね、これちょっと筋に見えるんですよね。で、うわ、ここね、ここ好き、ここ。ここめっちゃ好き。拭くのも好きやし、ピカピカやしね。この、なんかこの丸みがいいな。すごいな。はい、こんな感じかな、ここまでね。
で、もう一回ちょっとこう、起こして、ここも好きです。ここが、この横、ここね。全部好きやんかっていうね。なんかこの白塗装してる時が懐かしいなぁ。あとこのデカール貼ってる時、うん、めっちゃ懐かしいなぁ。まあそんなにね、日にち経ってるわけでもないんですけどね。こういうか。よいしょ。んで、こうやって。そんな懐かしい懐かしい言うたらね、もっと懐かしい部分出てくるやね、見てたらね。ね、開けたらエンジン部分なんかめっちゃ懐かしいやろうしね。もちろんね。初めにやったとこ、あれちょっとなんか太陽が大丈夫かな。あ、大丈夫だね。よいしょ。こんな感じでね。この辺もね、このリベットのね、ところら辺もね、汚してあるんです、実は。実は誰か動画でやって、出してるから分かりますよね。はい。汚してましたよね。無言の数分間っていうやつとかありましたもんね。あれ、あの辺で多分汚してるシーン出てるんで。前回動画ね。よし、これでいいな。うわぁ、磨けてきたねぇ。うわぁ、幸せやな。こんなん自社持ってて毎日磨けたら幸せやろな。よっと、はい、ピカピカ。あとここやな。こういうところしっかりね、拭いとかんと。あと爪の肩生かさないように注意ね。こんなもんかな、磨けたね。おー、綺麗だ。って言うててね、撮影に入った時にね、あれですよ。全然、拭き取れてないっていうことはないけど、ちょっと拭き取りただのちゃうのっていう時もあるからね。しっかり拭いときます。はい。これね、幸いここのね、付け根のとこね、しっかりついてくれました。はい。これ多分ね、コムさん、このね、これ組んだ時にね、もうすでにね、入れてないわって思って、もう合わせ目消しのとこ、ちゅうかイージーサーニングやったかな、つけた後やったんか、な、接着した後やったんか、そんなタイミングやったんで、もう後でつけますって言ってたような記憶はね、なんか違うかな。無事ついたんで OK ということでね、はい。まあ、これで強度なかったりとかなんかしたらね、もうちょっと考えて強度出すようにするか、もしくはもう一回これね剥がして塗装からやり直しっていうね。うわ、綺麗になったね、メッキね。こんな感じです。まあちょっと汚れの部分もありますけどね。まあまあ今回はこんな感じでいいんじゃないかなと思います。はい。まだね、映ってますからね。これこうやったらコムさん顔映っちゃうんでね、あまりこう向けないようにしますね。よいしょ。これ一回抜いたらええねな。全然別にね、接着してないんで。あまりね、抜いたりつけたりしてると、多分ね、甘くなってくるんで。うん。あんまり、ね、抜いたり刺したりせん方がいいかもしれないね。はい、ノーズピカピカになりました。ね。ギャーッと拭いていこう。ギャーッとね。うわぁ、よし。うわぁ、よし。OK。で、ウィングね。ウィング拭くときはノーズについてる方がいい。いいんかもしれないね、これ。ね。
ほんまにいい感じになったね、このメッキ。お、なんか今嫌な音したな、大丈夫かな。あのね、前回動画、ちょっとふざけるなっていう声聞こえてきそうな気はするんやけどね、あと少しのお題に、このウイングの、これこう置いてて、これが取れ、翼端板が取れてるとこモザイクつけて、ね、気になると。ね、で気になってて、もうすぐ、あと少しで取れるみたいなね。あと少しとね、あの、完成へのあと少しと、モザイクが外れるあと少しと、で、もう一つ何やったかな、あと少し、なんかかけてたと思うんで、ちょっと忘れちゃいました。ごめんなさい。はい、はい、グロスできました。そしたら、どっちから行く？リアウィングから行こうか。リアウィングの方がまだね、接着したりとか、いろいろせなあかんので。で、まだね、クリアパーツね、綺麗につくんかな。心配やな。クリアパーツで失敗したらね、悲しいですよね。はい。そしたらね、ウィングつけていきます。このホースね、いい感じでついてんねんけど、ちょっと邪魔。ドンピシャでつきすぎてんだよね、これ真ん中に。もうちょっとね、外れてくれてる方がウィングにはええよね。あ、見えない。やっぱ見えない。これやっぱり切った方がマシかな。今めっちゃ気に入ってんだけどな、このフォースの感じ。あ、入れました。入れましたよ。リング入りましたね。よし。あとここね、まだ接着してないんで、ちょっとゆらゆらしてますけど、その辺接着していこうか。角度的には、うわ、かっこええ。今言い忘れてましたけどね、めっちゃかっこええ。角度的には、まあこんなもんかなと、思います。で、こう、振りがちょっとこう振らなあかんっていうね。うん、だから、ここやね。これを接着していかなあかんねんな。このピンのここ。ここね。これだよ、接着したくないなぁ。でも揺れるしね。しょうがないか。ちょんちょんと流して。はい、ちょっと画面ずれます。なもんかな。止まりましたかね。止まったようですね。うん、止まりました。いい感じ。いい感じ。はい。おお、いい感じやな。はい。はい。全然大丈夫ですね。で、あとここ。ここね。これもね、ほんま接着したくない。このまま置いときたい。そしたらね、抜いて、ね、なし、ウィングなし状態にもできるっていうか。うわ、かっこいい。このままでええわ、もう。これ、どうでしょうか、ほら。このままでも十分かっこいいね。はい。あ、これウィングつけてからやっぱり磨かんと、やっぱり手が、またね、汚しちゃうね。まあいいか。まあどうせ、撮影するときに持っていくときに汚れるかな。撮影っていうかね、完成動画のね、撮影ね。よし。ウィングね。はい。そしたらね、フロントウィングつけていきます。リアウィングしっかりついたんで。わあ、かっこいい。うわあ、なんだあのリアウィングは。はい、ちょっと見てみましょうか。ここからね、コモさん見てる風景見てください。ここ、もうこれね。まあ普通にこんな感じじゃねんけど。興奮しております、コモさんね。はい。ちょっと待ってくださいね。はい、それではね、フロントウィング、フロントノーズね、つけていきたいと思います。はい。どうなるやでしょうか。ここと、
もうあとは押し込むだけなんで、押し込んでいきましょう。はいはい、入りました入りました。かっこいい、かっこいい。どうなんですかねこれ、どうなんですかこれ、こんなね、これわ、かっこええわ、マジかっこええ。でもノーズちょっと、これウイングちょっと上上がりすぎじゃないかなこれ。でもこっちは一足な、こんなもんか。はい、それではね、ラスト工程ということでクリアパーツつけていきます。これはちょっとこうスライドさせて入れた方がいいのかな。入りました。OK です。これでね、流し込み流すの根性いるな。ちょっともうちょっとちゃんと入ってるか確認してから。よいしょ。入ってるね。はい。ちょっとコムさんね、顔入っちゃうかもわからないんでね、ちょっと位置変えようか。こうしようか。ちょっとね、接着しに行きにくいんで、ちょっと慎重にね、行きます。ちょっと待って、はい、これで何とか全部入ってるでしょうかね。ちょっと前と後ろと隠れてますけどね。はい、まあこれでね、完成ということになります。やりました。うわー、かっこいいですね。はい、もうなんとも言いようありません、大変長い間ね、大変長い間、シリーズ動画ね、ご視聴ありがとうございました。おかげをもちましてね、完成することができました。あの、勇気づけられながらね、あの間でいろいろコメントいただいたりね、頑張れの声援いただいたりとか、はい、大変あったかいねコメントをいっぱいいただきまして大変ありがとうございました。いろんなねアドバイスいただいた方ね、あの音声のこともね含めてですね、あのこのシリーズの間にね、いろいろそんな感じでアドバイスいただいたりね、そんな感じでやってまいきました、やってこれましたのでね、はい、大変ありがとうございました。今はね、もう完成の、なんていうのやろう、さっきまでね、これつけてる時まではね、気張り詰めてましたが、今めっちゃ抜けてきましたね、スーッとね、はい、うん、かっこいいです。どうしたらええの？これね、はい、この後ね、また完成動画、ね、続けてやりますのでね、こんな感じですね。かっこいい。どうでしょうか。まあ、ぐるっと見ていただきましたけども、これでは見えにくいんでね、完成動画やっていきたいと思いますのでね、最後までぜひね、ご視聴してください。それではね、シリーズ最後までご視聴ありがとうございました。これからもね、また頑張っていきますので、よろしくお願いします。応援よろしくお願いします。で、また最後のお願いね、ここまで来てまた最後のお願いなんですが、コムさんのね、チャンネル登録の方、どしどしね、よろしくお願いします。チャンネル登録していただいて、していただかなくても動画見ていただいたら、コムさんとのね、
あの交流というのかな、コムさんと、コムさんが楽しめるというかな、そういう感じはあるんですけど、ぜひね、コムさんチャンネル登録していただいて、ね、仲良くしていただけたらなと思います。ちょっとウィングを歪んでるかな？大丈夫？大丈夫ね。はい、それではね、このシリーズ終わっておきたいと思います。動画の方は最後までね、完成動画を見ていってください。それではね、これで終わっておきたいと思います。フェラーリ 312T4 でした。ちょっと寂しい気がしますけどね、なんか今ほんと抜け殻というか、ちょっとこう、ね、なんやろ、抜け殻、寂しい。終わっちゃう寂しさかな。うん、長かったしね、いっぱいやりごたあったんでね、ここまでできてね、よかったです。はい。ちょっと感動も味わってんのかな。ちょっと寂しい感じもあるけど、終われ早って感じね。終われ早って感じですけどね。はい、終われないな。まあ終わりましょう。はい。それではありがとうございました。それではまた次回作でお会いしましょう。さよなら。